皆さん大好きパタゴニア、タクちゃん、ヨメゾウさんとはぐれました。ベネディクト2、はい、おはようございます。10日目っていうことで、丸1日あるのは今日だけなんですけど、特に予定はなく、ディナーだけね、決まってて、で、それこそそのディナーは、アラモアナショッピングセンターで出会った、ショーンさん、ショーンさんの、本から、ここが絶対行きたいって言って、行くところになるので、まあ多分美味しいよ。うん、美味しいと思う。で、それまで昼まではどうしたの？今日の一日の流れ。これ食べて、まだジムですよ。別行動ですよ。ご飯食べて、僕はジム行って、君は友達と会う。あ、そりゃそうで。で、昼ご飯で合流して、で、そこからまた友達と君は会う。で、俺も一瞬だけ会うけど、また部屋戻って、お土産購入品とか荷物の紹介をしてみた動画。していこうかなと思います。これめちゃくちゃうまいんで、ぜひ皆さん食べてください。ホノルルコーヒーのクッキー、結構しっとりしたね、クッキーなんですけど、僕ね、こういうのあんま食べないんですけど、ホノルルコーヒーのは美味しいので、ちょっとおかわりしてます。で、アイスコーヒーが僕の今日の昼ご飯ですね。ちょっとさっきまで昼寝してて、朝寝っていうんかな、帰ってきてから寝てて、なんか嫁はね、元町に会いに行ってました。だから僕は今からこれ食べてジム行きたいなと思います。そんなカロリーっていうか、高いバケモンみたいな砂糖の塊食べて、体にいいことしてるのか悪いことしてるのかよく分かりませんけども、まあそんなことでね、ちょっとのんびり昼ご飯食べたいなと思います。はい、今日はね、なんだかんだね、ずっと仕事しました。仕事っていうか撮影してて、メインチャンネルの撮影、購入品紹介とか、あとセカンドチャンネル撮ったりとか、あとそれこそですね、さっきメンバーシップの人用に朝散歩撮ったりして、あ、ちょうど嫁ぞ帰ってきた。お帰り。だからほんま、まず撮ってたやろっていうぐらい、ずっとほんまに撮影ばっかりの一日っていう感じでした。で、この後、最終の晩ご飯食べるので、皆さんから見たら、さっき朝飯食ったのに、もう次は晩飯なんて感じだけど、そんな感じでね、晩ご飯行きたいなって。ここはね、どうしても行きたいっていうことで、嫁蔵も予約してた店なんで、楽しみに行きたいなって。ちょっとドレスコードってきっちりして行きたいなと思います。はい、それでは今から、ベルニーニっていうレストラン、イタリアンレストランに行きたいなと思います。この旅始まって初のシャツでございますが、最初で最後です。おしゃれな格好ですね。はい、可愛いバッグも持っていい感じですね。ではウーバーさんお待ちしましょう。Thank you. 2m あるかな。 Nice to meet you, sir. Thank you. ありがとう。 Me too. マイタにしようかな。どうしようかな。マイタにした。マイタにしとこうか。うん、めっちゃあっさりや。うん。ウニの。ウニ。食べれるかな。全部ウニ食べて。わかった。お酒さん、そう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 。どっぷり。どっぷりとさ。うまい。あ、食べて食べて。美味しいから。うん、でも俺はウニ食べないからさ。外サク、外サクで、中が胸かな、多分胸やと思う。タンパク質が僕やと。だから柔らかい感じはない、ちょっとパサッとしてるんだけど、側がほんまにパリパリ、でも中は肉やから食感が楽しめる。トレーニーにもおすすめかも。俺の人じゃん、お腹ブヨって出てる人ばっかりじゃないと思うのでね。そうですね、おすすめ。僕は食べないけども、嫁蔵さんが食べるパイナポッタです。
ミスターさん、メガミントいつも頼んでるけど、これいくらなの？ちなみに。14だよ。なんかリーズナブルに感じるから14って言われた。物価バグってるから今。美味しい。それおすすめだよ。レコメンだよ。レコメンドメニュー。さて、ご飯食べました。美味しかったですね。何が一番美味しかったですか？パスタじゃない？ウニのパスタ。パスタもちょっとあ、もうダメか。お腹いっぱいか。パスタも美味しかったけど。もうお腹いっぱいなのね。オムレツも美味しかった。美味しかったね。オッケー、ありがとう。よし。酔っ払ったのかな？酔っ払ってない。今日は多分気持ちが悪い。食べ過ぎた。吐きそう。オッケー。調子乗ってんな。調子乗って食べ過ぎた。ごめんなさい。女子がいっぱいだ。It's in the system. It's in our blood. You cannot keep me from looking for love.昨日の残りをテイクアウトしたのと、今日朝ごはんナルーで買った朝食です。ナルーです。いいね、いくよ。あ、いいじゃん、いいじゃん。 OKOK。 はい、これでもう僕たちはチェックアウトします。こんな感じで綺麗にしました。ただね、タクシー来ていただけるんですけど、現金じゃないとダメなんですよ。で、僕今現金ドル持ってなくて9ドルしかないんですけど、25ドルいるんですよ。ホテルのロビー行って両替円からドルしてもらえるか。こんな最終日の最後の最後になんで円をドルにしちゃなあかんねんっていう話なんやけど、ちょっとそういったことでね、両替してもらえるか。もし両替してもらえなかったらどうしようかなと思いますけど、その時はどうするってちょっとドライバーと聞いてみたいなと思います。はい、ということでハワイを振り返りたいなと思いますけど、どうでしたか？どんなことが思い出に残ってる？この10日間いっぱいあったけど、パッと思い出すこととしては、なんかタンタラスもすごい綺麗だったし、あ、景色綺麗だったね。景色綺麗だし、食べ物は私は何でも食べれる人だからさ、うん、ご飯も美味しかった。全部美味しかった。じゃあ、まあ相対的に見て第2回目のハワイは成功やったっていうところでよろしいですか？大成功です。よかったです。ありがとうございました。今回ね、合計金額っていうのを一番最後動画の方に出させていただいておりますので、ドルで計算して今現在150円なんですよ。1ドルあたり150円なんで、その計算でやってるので、もし興味ある方はね、最後まで見てもらえたらなということで、本日はですね、ハワイの、10日間旅行ということになってました。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。帰ってきてるぜ、ハワイ。はい、ということで最後まで、ハワイ編の動画見ていただいてありがとうございました。今ハワイの動画撮ってね、ハワイです。はい、実はね、僕ハワイ旅中につけてたこの時計ありますよね。これをね、もう今日本に帰ってきて日本時間に合わせてるんですけど、なんでこんな駐車場のところで前撮影してるんかって言われると、実はこの時計をね、ハワイ用のためだけに買って、10日間つけたんですけど、日本に帰ってからほぼつけてないんです。っていうのもこれね、僕応援してくれてる隊長っていう人がいてるんですけど、その方にねプレゼントしたいなと思ってて、これをね隊長にプレゼントしようかなと思います。ほんま普段からお世話になってて、もちろんこの最後流れてるメンバーシップの人もそうですし、普段から見ていただいてる方もそうですし、隊長もそうなんですけど、ほんま皆さんに渡せれたらいいんやけど、時計ってそんな何百個もあるわけじゃないから、これをね隊長にプレゼントしたいなと思いますので、いきなり隊長家届きますけども、びっくりしないでくださいということで、以上ハワイ編ということになってました。最後に合計金額出ると思いますので、あ、こんなもんでハワイ10日間行けるのかとか、こんな感じなんかっていうのを見ていただければなということで、以上ありがとうございました。